い、皆様こんにちは、こんばんは、マーサです。いつもありがとうございます。今回は、オリジナルのですね This Moment という歌をアップロードさせていただきましたので、こちらのトーク動画を撮ってます。前回ね、2本の枝という歌をアップしたのがいつだったかなと思って日付見てみたら、4月の12日っていう風になってました。なので実に、2ヶ月ちょっとですね、間を空けてしまいました。ご無沙汰してしまいました。で、実はちょっと理由がありまして、私ね4月の23日に、右手を怪我しまして、はい、手首の骨がね、太いのと細いのと2本あるでしょ、腕の骨って。その手首の骨を2本とも骨折してしまうというね、大惨事を起こしてしまいまして、で最初の頃は、三角筋で腕をね吊る生活をしてました。で、5月1日に、ピアノを弾くっていうことでね、お医者様の判断としてはきちんと手術をして治した方がいいですよっていうことで、5月の1日にここにねメスを入れたんですね。本当に恐ろしい恐怖体験でしたけれども、はい、でもおかげさまでというかね、もう本当にきちんと手術していただいて、今も目下リハビリ中っていう感じなんですけれども、でも右手もねだいぶピアノを弾けるようになってきました。はい、で骨折した当初もね、それは落ち込みましたしね、ピアノ弾きが何をやってるんだと自分を責めたりもしましたけれども、本当に休むことなく、ほぼほぼね休むことなく、このピアノとはね毎日のように向き合っておりました。で、その間に聞いてくださった方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、左手のために曲を書いてみたりとかね、あと今回のこの This Moment っていう曲も、ピアノが弾けなくなってしまったっていう悲しみとかね、右手が使えないっていう悶々としたある種の苛立ちみたいなものもねあったりする中で、私歌も最近やってたじゃないかと、腕怪我しててもね歌歌えるし、伴奏だったら左手でもいけるかなとかね、いろんなこと考えながら、左手一本で曲を作ればいいと思ってね、歌を作ったのが、この This Moment なんですね。なので、そういういきさつがありまして、ちょっと今回はだいぶブランク空きましたけれども、その間にですね、私が普段ちょこちょこと練習を録音したりしてるんですけれども、そちらをねちょっと動画編集して、右でも使って弾いてるねピアノ曲をアップさせていただいたりもしてましたけれども、本当にコメントとかねいつもくださる方もありがとうございます。はい、ということでですね、今回は、また歌のね方ですけれども、この This Moment っていう曲はね、私がいつも言ってるこの年齢ならではの大人のラブソングとかねよく言ってるんですけれども、今回全くそういうの関係なく、ちょっと怪我をしてたこともあってね、明るい気分の曲をねやっぱ書きたいなって思いましたので、本当に若々しいというかね、単純なラブソングです。本当にもう堂々とこれはラブソングですっていう感じのね爽やかな歌になってます。で、それこそねこの年齢でねちょっと躊躇もあったんですね、こういう歌を歌うのはどうなのかなとかね、なんか お叱りを受けるんじゃないかなって思ったりね、批判をね。でもそんなことないですよね、歌っていうのはやっぱり老若男女ね、どんなものにでもなれるし、どんな年齢にもなれる、どんな場所にも行ける、そういうのが歌のいいところかなと私自身思っているので、今回はとてもフレッシュな気持ちで若いラブソングを、作り歌っております。で、若いイコール浅いみたいなね、そういうことでは全然なくって、また自画自賛ですけれども、自分で作った動画をね見てみたら、ほんといい曲、いい曲だなと思ってね、自分でも何度も見ちゃうなと思いながらね、そんな感じのいい仕上がりになってますので、皆さんも一度だけじゃなく2度3度4度5度10回とかねたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思います。では This Moment 聴いてください。ありがとうございました。またね。